ウダーチヌイの露天掘りダイヤモンド鉱山、ウダーチナヤパイプウダーチナヤパイプの内部ウダーチナヤパイプは、ロシア連邦左派共和国北西部の都市、ウダーチヌイにあるダイヤモンド鉱山の露天掘りの縦港。位置は、北緯66度26分00秒、統計112度19分00秒。 北緯66.43333度統計112.31667度66.43333112.31667。出ナ川水系の微粒川流域にあり、微粒川本流よりも北方の内陸に入った支流丸葉川の上流地域にある。北極圏の数キロ南に位置するこの地域では1955年6月15日に VN 市中金らにより、キンバーライトの交渉が発見された。ミールヌイでのミールパイプ発見の2日後のことであった。露天掘り鉱山、ウダーチナヤパイプは、東と西の2つの螺旋状の穴が隣接し、縦坑の深さは600メートルを超えており、ミールヌイのミールパイプに匹敵する大きさで、世界最大級の採石場である。ロシア最大のダイヤモンド企業アルローサーが、管理。 創業しているが、露天掘りはすでに中止されており、地下行動での創業に移行する予定になっている。ありがとうございます。